ビビット南線橋は、千葉県船橋市に位置する、ショッピングセンターである。現在の運営会社は、ララポートや三井アウトレットパークなどを運営する、三井不動産商業マネジメント株式会社。山市証券研修所跡地に建設され、2004年12月1日に、ビビットスクエアの名で開業。建設は大制建設。当初の運営は、ラサールインベストメントマネジメント。 テナントは、スーパーマーケット、ホームセンター、ファッション、飲食店等で構成されていた。当初、隣接するララポート東京米の客の流れと、また、近隣の高層マンション群、東京米スクエアの膝元商業施設として集客が見込まれていた。2007年春に再構築工事が行われ、スタヤをはじめとした新たなテナントが入居した。 2010年6月に大規模な改装を行い、2010年8月にはミスターマックスが各店舗として入店した。同時期に施設のサービス改善を行い、駐車場無料サービスは2010年8月25日より1時間半まで無料に変更した。2012年10月1日、店舗の名称をそれまでのビビットスクエア南船橋から、 ビビット南船橋へ改称した。2016年4月から10月にかけて施設内の総賃貸面積3分の1を入れ替えるリニューアル計画を発表。坂前、ニトリ、純駆動書店、大塚家具、ファッションセンター島村が開店し、2019年1月にはポポンデッタが純駆動とのコラボ店舗を開業させている。一方で、このリニューアルにより、 ミスターマックスは閉店した。2021年2月より、運営会社が、キャピタランドモールジャパンから三井、不動産商業マネジメント株式会社に変更となる。出店店舗の詳細は公式サイト、ショップガイドを参照。大型商業施設、ビビットスクエア、グランドオープン。 re ポート、http://www.re-port.net コロンススララッッシシュュスラッシュニュース .php レポートナンバーイコール 5881& スクラップナンバーイコール 5881& スクラップクバニコール1暮らしのサポート間ビビットスクエア開業以来最大のリニューアル実施2010年8月7日グランドオープン プレス、https コロンスラッシュスラッシュ www.atpress.ne.jp スラッシュニューススラッシュ16051ビビット南船橋施設コンセプト、ニトリ、大塚家具、同フロアに出店千葉県内の SC に、日本経済新聞。 https://www.nickey.com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxlasdz16hv1w6a5114hti5000 ポポンテッタ公式サイトビビット南選挙がテナント型改編ニトリ大塚家具出店で家具商船加熱も船橋経済新聞 http://funabashi.keizai.biz コロンススララッッシシュュスラッシュヘッドラインスラッシュ1476スラッシュありがとうございます。